やハロー、どうもこんばんは。アニメリアク職人ことマジアネギハマーです。現在2024年の8月3日土曜0時45分です。はい、テンスラ3期の17話、トータルの65話ですね。録画した分で見ていきます。先に軽く自己紹介。自分の本業は大道芸人でありパフォーマーです。ナイトスクープに依頼者で4回、月曜から夜更かし目覚まし日生放送、昨年世界丸見えテレビ特徴でビートたけしさんと、今年は痛快明石家電車で明石家さんまさんとテレビ共演。テレビは30本以上出てます。2022年には深田恭子さんと CM 共演まで果たしましたが、現在もコロナの影響で全く仕事が戻らず、ほぼ無収入状態でアニメリアクターやってます。リアクター的には多分投稿本数日本一、間近なく日本一が再生数の低さとチャンネル登録者数の皆さん、これにずっと苦しんでますが、一日も休まず動画投稿を続けてます。ぜひとも応援お願いします。それではいきます。なおアニメ本編は流れませんのでご注意ください。またわけのわからないタイミングで広告があります。申し訳ないですが、それを我慢しつつ同時視聴していただくか、もしくは普通に視聴いただいた後リアクション部分のみ確認ってことでお願いします。いきます。3、2、1、スタート。フレイに怒られる。なんか勉強から逃げてきたわけじゃないぞ。別だもんね。ミョルマイル君です。財務総括部門。開国祭スケジュール表。しっかりこの開国祭までが長いな。もうどんだけやってる。もうちょいこっちか。まあ2クールやから、あと今日含め8話、25話もなのかなこれ。あの一応今キャラクター表の92まだかな。楓が増えてましたね。楓とだけが増えてたん92。正幸、これ正幸がまだできてないな。ちょっとキャラクター表一応1から92まではあの名前と、気になるキャラだけピッと押してちょっと一応チェックはしてきました。さすがのキャラ覚えられへん。やけどあのダグラとリューラとデブラも増えてましたね。そうやな、このオープニング見たらあのアイスホールな、ロッゾ一族の何だっけ、マリアベルや。一緒へ。 A パート 3、2、1、 スタート。先行の勇者。あ、正幸かな、先行の勇者。無料で。ちょっと吉田香織やな。ダメです。
まさかね、まさかね、オープニングデベルトが焼きそば焼いてるのかな、あれ貴賓席。ああのヒゲのおっちゃん、95階の欄がね、ああキャラクターにおった、ワッチや、一人称ワッチや、え、何時かな、名前さっき 見た結構後の方載ってたな、アリンスナインヘッド急登場。あ、クマラ。あ、スジュサイブだよね。誰？誰や？ああ逮捕された。オルトロス。ほう、奴隷商人。マサユキやんね。オルトロス、あ、これか、マサユキ。名前出ちゃったな、前。ジウ。狂狼の陣来。バーニー。マサユキ、本名、本庄マサユキ。岡本信之さんか。
急に。あれ、松岡修造さんかな。いつも2人どっちがどっちだっけなる。あれ、これがオルトロス。英雄波動。はい、あ、はい。英雄覇気。超パンや。英雄補正便利やなこれ。バーニーね、これが。英雄魅了。ほう。バーニーも異世界人。イングラ小国武闘大会会場。だからこれも英雄コード。なね、じ。あ、自由ね。あ、はい。え、ビバと3、2、1、スタート。あ、勇気や。あ、来週ないんか。カメレオンの矢沢永作みたいなもんだな。オルトロス。
ラキア王国。これはバラキア王国の何？国賓？国賓じゃない、国王。悪そうな顔しとんな。あ、なんか。あれ？え？ああ、なるほど。あれ？生きてるやん。おっさん。めちゃくちゃ便利なスキルやな、欲しいぞ。俺とロス、なんかダムレダが前言ってなかったっけ。あ、じゃあれケルベロスか。
と思ってたんだけど、なーに？ちゃあ、ああ、えらい勘違いやな。いいね、シオンがシャドーボクシングしてた。早い。終わりやな。うん。正幸はどっちや、松岡さんかな、あれは。どこや。ああ、松岡さんやね。ちょっともう一回後でキャストを見させてもらいます。そう、あの松岡芳彦さんとね、岡本信彦さんどっちやってなる時あります。はい、次回は千客万来、千客万来。はい、うん、はい、なぜ今自分が千客万来で笑ったかっつったら、おとといアップした一発ギャグが千客万来からやったからですね。はい、ちょっとキャストを見させてもらいます。次回が、1週間空くのか。まさゆきが松岡さんやね。くまら、陣来、木内太郎さん、あー聞いたことあんな。で、バーニー石毛翔也さん、あー誰やったっけな誰やったっけな。で、ジウ、おー稲垣好美さんね。おー Do it yourself の You are self で知りましたけども、今はあれですな、僕の妻は感情がないのミーナちゃんやね。で、カーチャって誰や、和歌山志保さん出てたんか。カーチャ誰や、カーチャって。
はい、ということで、まあ、まずあのミョルマイル君が全員に紹介されたと。財務統括なんちゃら部門を任せるということやね。この開国祭が終わったら。で、ミョルマイル君から、開国祭のスケジュールが発表されたと。なんつうかな、初日が、なんか来賓、違う、なんか冒険者たちには無料で、なんか食べ物とかを全部、提供するっつったっけな。初日がなんかそんな感じだったかな。で2日目が舞踏大会スタートだったっけ。で歌劇のスタート、歌劇のスタートが初日、あ、ちょっとどっちだったか、ちょっと忘れもったな。で2日目がその国賓を招いてのあのなんか、まあ、宴会って言ったらいいの、宴会ちょっと安っぽいな。で、3日目が、まあちょっとこれもう一回見ますけども。で、その中で、3日目がダンジョンの開放か。で、そこで、ベルドラが言ったんかな、問題がちょっと発生してると。その95階に森林エリアを作ったって。これってあの トレーニーさんが住むところやったっけ、作ったんで。で、それが1回まででしたっけ、なんか森が侵食してきてると、でその森の成長に魔素を吸収されたかなんとかって言ったかな。で、ボスキャラ、ボス級のその、まあ、キャラじゃないな、まあがいい品ということで、じゃあまずはでちゃんがクマラやね。クマラはなんかあのキャラクター表さっきたまたま実は見たんですけどもね、クレイマンのなんか5本指のなんかなんたら指って書いてあるけど、もうこの辺も全然覚えてなくて、うん、あ、そんなおったっけなとか思いながら。で、あれクマラ誰の頭から出てきたっけな、どっから出てきたっけクマラ。で、ナインヘッドではみたいなことで、ほんで名前は授けて、またちょっとあのリムルがちょっとへたってもうたみたいな。で、もう一人必要、もう一人おりますせっていうのはシュナと、シュナとトレイニーさんが言うたかな。それはまあまだこれから明かされるわけかな。ほんで、宗英に、なんかその調査してた結果を報告しろって言ったとこで、カザック子爵が逮捕されたと。で、実はカザック子爵はオルトロスのメンバーであったというところから、オルトロスとは何ぞやで、その勇者正幸の話になったわけね。先行の正幸が、オルトロスを壊滅させたという話になったと。で、B パートから正幸パートだったかな。学校帰りかな、あれ急に異世界に 転移かなして、助けてって来た女の子を助けたところで、選ばれし者、英雄波動だったかなというスキルが、いきなり獲得。これによって人類が、何もしてないのに人類が勝手にやられて、で、その英雄覇気やったっけ、英雄覇気によって自分より格下は動けなくなるみたいなこと言ったかな。で、勝手にやられて、私の仲間の紹介者になったと。で、次にバーニー。バーニーも転生者って言ったね。もう、英雄、なんだっけ、行動、英雄、なんたら、まあ、その行動を見たものは、なんか奮起して、どうのこうのみたいな。で、次に自由。もうなんか、英雄なんとかかんとかで、まあまあ、とにかくどんどん仲間になっていったと。で、そんな中で、勇気。あれってだから転生した先がイングラシア王国やったっていうことかな。なんか勇気には世話になってるんだけどね。で、そこで、オルトロスの話が出てきたんかな。で、バラキア王国やったっけか、に派遣されたと。で、ちょっとせ、すいません。で、ここでまあその、だっけ、
コーゼル解釈、公釈と、あれがブレイバーだっけ、あのちっちゃサングラスかけてたの、まあたまたま、奴隷売買のシーンを見てしまってということで、ただしここでも、その選ばれし者で、まあ、勝手に解決されたっちゅうことでね、ほんで解放されたエルフたちを、テンペスト、ジュラの大森林に、返さなあかんからということで、まあ、連れていくことになったものの、町中で、魔王討伐だ、いやわっしょーみたいになってしまったということよね。だからでそこで、ソウエとシオンかとディアブロが、まあその開国祭を前にぶっ潰しておきましょうかっていう話だったけども、もう俺が出るから絶対に、俺が出るからなっていうことで終わったわけね。まあだから気になるのはそのトレイニーさんと、シュナが、提案したもう一人のボスが一体誰なのか、でそのマサユキとリムルが果たしてね、まあ、どうなんのか、バトルになるのか否か、バトルになんのかな、ならんのかな、まあならんと思うけどね、この流れからバトルにはならんと思うけどな、果たして。でまあもしなったとしたら、その選ばれし者のね、その力によってどうなんやろ、ピンチを迎えてしまうんかな、気になるな。まあでも来週ないということですね。はい、まあ平和に行ってほしいですけどね、平和に。その正幸もなんかこう、そのリムルとなんかこう、友人関係に、ね、なったらいいですけどね。はい、まあということで、テンスラ3期の17話、トータルの65話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、また応援コメントなどよろしくお願いします。はい、ここからは1分超で自己紹介しますんで、興味のある方はここで切ってください。自分は世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーやってます。普段やればできる諦めない伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスをしますが、現在もコロナの影響で全く仕事が戻らず、ほぼ節約生活を貯金だけで生き延びてます。そんな自分の本業を知って、ぜひ応援をしていただきたいんで、説明文にある URL をクリックしていただいて、できれば本業のチャンネル登録、応援もお願いします。はい、そして、ね、福田京子さんと出たこの CM の URL も載っけてますんで、ぜひ見てください。はい、アニメのリアクション、その他もろもろをスタートして、今日で1589日目ですね。長いです。ただこのチャンネルはもっと長い。2009年の4月の24日から、パフォーマーのチャンネルとしてスタートしましたが、コロナの影響で一気に仕事がなくなり、いつの間にかこのチャンネルでアニメのリアクションをスタートしてしまってからの約1年5ヶ月分、推定2000本以上、2021年の8月18日までのリアクションの動画を自らの手で削除させられている地獄を味わっております。まあなんとか乗り越えたものの、今もずっと地獄で、冒頭でも言ったように再生数もチャンネル登録者数も全く伸びず、正直しんどい、やめたい、ずっと言うてます。それでもなおやればできる諦めないを伝えたい、そう思って一日も休むことなく気合と根性だけで動画投稿を続けてますんで、ぜひとも応援お願いします。以上、アニメリアク職人ことマジ大道芸人浜でした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは失礼します。